疲れてますね。すごいですね今日は。ウホウホやな。ウホウホ。じゃん。10月3日日曜日、浜の打たせの前。今日はいい天気。さあいらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本当にいい天気でございます。10月3日日曜日。やっぱり日曜日漁に出たらいいですね。たくさん船の周りにちいちゃいお子ちゃんとかお姉ちゃんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとか、ご覧あれがタイだよ、これがタチオだよとかなんちゃってとか言いながらね、皆さん船の前で本当に喜んでおりました。そうして目の前の山直で新しい魚を買ってと。これタクムネな、今日もまたまた来たんだ。たこ焼き屋さんがな、えらいことなっちまってな。っていうのがな、タコが売れすぎてな、タコがない、もう明日のタコがないんだ、どうしようっていうぐらいな、たこ焼きが売れたらしいわ。干物も売れたし、イカも売れたし、すごいど。まあ見てください、浜の打たせもご覧の通りでございます。魚が足りておりません。お客さんが多すぎて魚が足りておりません。冷蔵庫の中が空っぽなぐらい魚が足りておりませんでした。見てください、本当に置いたらすぐ売れるんでございます。すごい好評でございます。ゴリさん、ゴリさん、あれみてください、80歳のお母様がな、船に飛び乗ろうとしております。息子さんが一人で仕事しておるのをお母様は手伝いに行きたくてうずうずしてるんでございます。でちょっとなんとかしてな、飛び乗ろうとヒュッて飛び乗ってな、ほんで仕事をお手伝いしてヒュッて飛び降りると、見てくださいこの若々しさ。すごいぞ、元気じゃ。やばいやばい、たこ焼き屋さんやばい、売れすぎてタコがございません。売り切れです、タコよ、明日の分がタコないぞ、タコよ。すごいだろう、すごいよ。今日はな、大量かと思ったらな、魚がなそんなに多いとは聞かんのだ。でもな、船数が多い。今日はな、最近コロナになってからな、90隻の船が一斉に出ることはなかったんだ。30隻ぐらいが常に休んどったんだけどな、今日に関してはな、いい天気だったからかな、皆さん行っとる、ほぼ行っとる。だからな、少しずつ魚を取っても渋滞、大変渋滞だ。でもこういう活気はいいな、いいよ。こっち向いて、ゴリさんジュニア。なってんのよ、ゴリさんジュニア。疲れてますね。すごいですね今日は。疲れましたよ。絶好調。忙しすぎて。すごい。暑いのとで。ねえ。もう大変です。すごいですね。タコがないぐらい売れちゃいました。よし。ご飯も売れましたか？ご飯もめちゃめちゃ売れて、まだ今第2弾炊いてます。そうなん。どのご飯がいいな？タコ飯。タコ飯とあと。佃煮の方がもう全部売れて。佃煮売れた。売れ全部売れました。佃煮うまいやろ。美味しいです。やばいやろあれ。めっちゃ美味しいです。でもこっちも今釜串屋さんめっちゃ美味しい。うん。そうか、佃煮売れたか。売れました。また次第2弾。うほうほう。
ウホやな。ウホ。昨日 YouTube 見た？見ました。ウホウホ言うてたな。今日もウホウホ言うて。ウホ。フラフラしてきた。売れすぎて。疲れた。嬉しさの疲れです。肩こったらね、足むくんだり、肩こったら A マッサージありますよ。あ、自分マッサージしてほしいです。私マッサージ師でございます。今度お願いします。やってほしいです。どうぞ。肩こいやばい。作ったら、はい、すぐ売り切れた。8号分一瞬です。タコ飯が、お飯でシラスもつくだ煮もすぐ売れたし、それも一瞬。それも一瞬です。一瞬です。やばいな。おい、その間に他の商品売れるから、うん、たくまもなく、やっと今だけはありました。じゃあ僕ね、はい、あて、はい、タッチョと、はい、イカとビール。はい、わかりました。今から準備します。はい。気分、ビール飲んでいい気分。あ、やめて、やめて。はいや、はいや。今日もゆくゆく、暴れん坊たくむね。はいや、登録よろしく。バンボー、暴れん坊たくむね。